新年明けましておめでとうございます。モタロ生まれた。モタロモタロ可愛い。2001年ですよ。モタロ。すいません、カメラは戻ります。心のふるさと、祈りの山、世界に名だたる高尾の自然、戦にこのような言葉は染み入るのでごじゃる。忍者なし、忍者なし。疲れがね、乱太郎みたいになっちゃった。乱太郎みたいな。天狗の内輪というわけで、すごいですね。3本の天狗の4本あるか。すごいですね、杉木は。うわ、ございます。まあぶっちゃけこの人はキメラですね、多分ね。昔多分いたんでしょうね。懺悔だから懺悔でいいんだよ。そっか、あ、懺悔が必要な人が回るんだな。じゃあ他の人は回せないですか。ちょっと試してみて。徳川さんやっぱ回せ、あ、回せないですね。ああちょっと懺悔が必要かな。ミクちゃんもちょっと一番懺悔が必要なんじゃないですか。うん、もしかしたらミクちゃんもちょっと懺悔、心に汚れのがない人が回せる。え、ちょっと待ってください。じゃあ俺は回せますよ、多分。どっちで行くんだ、どっちで行くんだ、これ。お、あ、動かないよ。こっちだった。けがれなき、起きない。なんかチーンとかなってますけど。懺悔とは、心を惑わせる、な、読めない。愚痴などは言ってはダメですが、反省の心を起こす意味では、人間の大切な感情器官を物事を見つめる目、匂いを嗅ぐ鼻、あ、五感のことを言ってますね、これ。味覚を味わう舌などね。もう全部鳥さん腐っちゃってる。だから回せたんですね。高尾山で天狗に会いました。こちらです。天狗様、高尾山頂上来ましたよ。だいぶちょっと雪っぽいのが降ってきますね。やっぱりね、山の上は天気が変わりやすいから。坂きつかった。きつかったね。え、もう雪が降ってきたら小谷さん一曲なんか。では参りましょう。また歌参りましょうね。あ、じゃあまあ俺が一曲歌いますね。はい、祭りよ祭り。サブちゃんのとこですね。サブちゃんの来ましたよ。ちなみにサブちゃんの、あ、社長映っちゃった。サブちゃんのカヒってやつですね。楽曲、高尾山っていうの。歌が嫌いなのか、トリさんがいなくなっちゃいましたね。あ、ミュージシャンですか。あ、いたこれ、なんか書いてある。読むのが難しいですね、やっぱ。だけど、うん、なんて書いてあるかよくわかりませんよ。手が取るのは音から、人の助けを祈るの。すげえ。夢のでかさは心の広さ、初心忘れず登ってこいと、教え見守る、ああ、高尾さん。なるほど、先生ついてきます。素晴らしいですね。歌をやっぱり読めるんですね。マグロさんが書いてますよ、これ。そうですね。触れると曲が流れますか。じゃあ、せっかくですから、じゃあ私、ちょっと待ってください。清い心で触れてください。じゃあ、行きますよ。触っちゃった。流れない。あ、心がダメなんですね。どうして。ちょっと俺がやってみましょう。触っちゃダメな。触っちゃダメ。出てこいや。そっか、例のあれがああなっちゃって、こうなっちゃって、ね、ダメですね。心の広さが試されたんですが、うん、今年も広く行きましょうかね。次行ってみよう。さざまな神が映してありますね。お、すごいですね、これは。昔こういうのがいたんですね。これを鳴らして、はあ、不思議な大将ですね。俺が桃太郎が倒した大将がいますね、これ。はい、不思議な大将ですね。はい、見てて、これも TV、
2021スペシャルファッションショー、それではスタート。間違ってありますよ、そんなこと。願いを叶いますよ、願いが叶いますようにと念ずると、こちらのチャクラの方でね、はい、そういうことですね。はい。そうですね。上。小谷さん、尺ありますんで。何回叩いていいかも分かんない。じゃあ、倍に習えて3回叩いて。3回が正解かどうかは分かりません。やっぱり3回ですね。記録です。そしてトリさん、記録はどこで見る？記録のカバー。はい、というわけで、あとはボクちゃんが叩こうかなという感じでございます。それでは、ちょっと、はい、おぉ、ドーン。ありがとうございました。これは何ですか？セニアライ竜王、八大竜王。セニアライだ、あれで株があるから、あれで洗うのかな。手に洗いの埋蔵金を出している人がいた。じゃあ俺結構持ってるからやろうか。ジョーさん、じゃあ200万ぐらい洗ってもらって。ちょっとやめてよ、やめてよ。とりあえず神社で泊まりすぎ、弦担ぎすぎ、再生数が現れちゃうかも。ああ、まあ、それでいいじゃない。洗った後、拭かなきゃいけないの。拭かなくても、使えなくなりましたよ。だってシーツも30メートル超えるの。ここでね、宝くじ洗う人もいいんです。へぇー。ごめんなさい、ごめん。質問もらっちゃおう。あなたは心を洗いなさい。お告げが来ました。早速ここにつけて。ここにお賽銭は別にまた別途置いてたんで。何なんだろう、何なの。あまりお財布持ってきてね。これは何、これは別にいいじゃん。お財布は今何かあるって。気づいた人はここに桃がいる。どーん、逆のハートが桃ですよ。高尾さんにはたくさん桃がありますからね。竜王様が降ってまいりましたが、どうでしょうか。本堂はまだちょっと結構やっぱり山の上風情が、ご利益があるかもしれませんね。ご利益がありそうです。いい風情になってきたんで、おしるこ飲みたくなっちゃいますね。おしるこいいですね。甘酒とか。おお、すごい。あ、ほんとか。オクトパス。へえ。そんな重たくないんだ。重たくない。これミキちゃん持ち上がってさ、パス上がらなかったらちょっと笑っちゃう。結構大丈夫でした。ピッとパス。全員タコスケですね。ああ、なるほど。パスとパス。でも初めて。修行大使。あ、すごい鉛筆だ、そこ。あ、本当だ。やっぱり学業なんだね。
また戻らない途中から、やんなきゃいけないことがいっぱいあるそうなのあれ俺来るとそこに戻ってきたどんだけ嫌われてるんだ嫌われてるんだねわかりますよわかりますわかります煙たい人なのかもしれませんね煙が必要ないんだというわけで、ボケ防止でしたっけ？ボケ防止。ボケないと面白くないんで、ね、行かないでよ。おじさんになってしまう。開運の、天狗のねうちわを黄金うちわを買っちゃいましたね。いいんじゃないですか。もうねこれでどんどん配信中のアンチをね弾いていこうかな。なんちゃって。あんまりいないんですけどね。おお、人気 YouTuber の証ですね。そうですか。後ろの人がアンチになりそうです。ブツブツ一生懸命ブツブツ言ってるんですよ。もう、そうです。完全にボケてます。今ボケてたんですか。ボケてた。気をつけて。山頂で足元気をつけて。全部回してますね。いろんなとこ回しまくってますよ。ね、これで多分お嫁さん見つかりますね。鳥山シスト。テイプル持ち。雪が降ってきました。階段はこれでラストだそうです。私たちは途中で諦めちゃうんでしょうか。本当の。2曲かちょっと行ってきます。はい、リエ、ミキ、ユキ行きましょうかちょうど桃太郎のキャラになってしまいました。ある道に着きました。やりましたね。多分着物で上がった人あんまりいないんじゃないかな。私が多分今年初めてでしょう。やりましたね、雪の中。じゃあ行っちゃいましょう。というわけで、桃太郎についてきた3人は山頂に何メーターですかね。599です。あ、初雪に初登頂で高尾山頂上です。なんかいい感じで、なんかまとまった感じ。まとまろうとしたけど地余りでしたね。キジとサルがついてきましたすごいですね。初、そうですね。だからもう一回小谷さんが来てないから来なきゃいけないです。若干リタイアした方がいらっしゃる。 YouTube 的にはリタイア面白かったです。もうリタイア組の方も取らなきゃいけなくなっちゃうからめちゃくちゃ面白いですね。もうね、ちょっと今からちょっとツイッターやブログ用にいろいろ上げさせていただきます。車で山頂まで来れるんですね。衝撃的誰でも来れる。いや、売店の人だけだと思いますよ。はい、ついに山頂に、高尾山の山頂に参りました。着物で、ご足労いただきましたね。意味わかんない意味わかんないか、それ。そうですね。3人で。はい。一応4人です。目標は忘れないで。うん。まあ特に山頂に来てやることはないんですよ。今年も1年よろしくお願いします。てっぺん取ったるぞーっていうね。ちょっと写真、なんかこんなとこに UFO みたいな音がしてます。ドーンってなってますよ。呼んでください。貢献してくださいそういうの やりますよね、よくね。龍太郎さんならできる。見えないですね。そんなわけで下山でございます。頂上来れてよかったです。YouTube 今年は10万人僕は目指しますので、よろしくお願いします。レイプロも1万人目指そうと思いますね。はい、
山頂だよ。下山です、下山。みんな、どうぞ。下山して合流しました。はい、そんなわけで、私たち頂上に行ってまいりましたが、なんと、なんと、リタイア組待ってましたね。はい。あ、その車は頂上から降りてった車。青い車じゃなかったですか？なんか2台ね、バンみたいな。あ、頂上まで車できるんだ。そうですね。売店の方々が。ああ。じゃあ今年ちょっともう一回登りましょうかね。一番きついやつでね。はい。で温泉入る。考えさせていただきます。寒くない時期に。ちょっと待ってください。トリさんが怪我するなんて言っちゃダメっすよ。トリさんがあんなにお参りをしてたから時間が遅くなってリタイアリタイアしたわけだから。だからお参りしてるからトリさんは怪我しないっすよ。大丈夫だよ。ああ本当ですか？もうそれも飛んじゃねえ。皆さんあの皆さんあのずっと下ネタ言う。あ、ちょっとちょっと大爆笑ですけど。徳川さん、こらみっちゃんは大人のピクニック高尾山で誰もいないのに天井で桃太郎とこの山結構みんな清掃して必死で下ってますからね。鼻緒が痛い。喋ってる話はなんかなかなかうるさいですよみんな。うるさい。おじさんいるか。というわけでこれからロープウェイ降りちゃいます。お肌がツヤツヤ。ふう。ロープウェイ帰宅でございます。ふう。下山。頑張りましたね。下山です。下山です。あと4分です。高尾さんありがとうございました。下山でございます。お疲れ様でした。僕はお土産刀買いました。高尾さんまたまた、後ほどチャンバラを お楽しみください。戦えるかね。はい、いい運気を。茶番です。バイトリ作戦待ってます。一人さんそれじゃんけんしましょう。いやいやいいですしません。負けたら最後もそういうのやってない。エビセンじゃんけんっていうのエビセンじゃんけんが流行ってる。いやうちそういうのやってない。誰が勝つかな。あれ今からどこ行くんですか。今から私のうちの別荘ですね。はい、油 TV です。油 TV 高尾さんの油はどこで流すんですか。あちらです。温泉がね、駅がすごい綺麗。ここだけになります。今誰もいないですね、これ、駅前ね。これから私たちは、はい、油 TV です。油 TV 油 TV で私の別宅鵜飼鳥山に参ります。またホラー吹いてます。あと 3分ぐらい SD カード残ってますよ。あ、そうですか。うん、皆さん、鵜飼鳥山ご存知ですか。もう名店ですよ、もう老舗の。私の小さい頃からある。私の小さい頃からある。なんで照れてんすか。なんで照れてんすか。メインメイン今メイン今メインですよ。メイン、あ、そうなんです。鳥さん、なんでメインを渡したら照れてるんですか。いや、照れん坊なんですよ。なんか言えない。なんか言おうとして日本語じゃない。え、なにテレンスリーテレンスリー、テレンスリーが違う。で、あれですか、皆さんはどう楽しませるんですか。皆さんは座っちゃってますけど。はい、うん、だってね、今高尾さんとって行ってきましたから。お疲れ様。あ、まあ力あり余ってますからね、あの。いや、もう寒くてね。さすが雪、今日は雪降ってましたよ。た、うん、高尾山の上は。でも、今朝は目がしょぼしょぼしてて、そんな。そうそうそう。気分感の中で半分寝てました。暖かくなったら、子供ですね。これでラーメン食べてありますよ。これから美味しい食事と美味しいお酒が待ってます。だから、ね、結構あれしてね、
ちょっと頂上は谷っぽいとこあったんでね、これが本当の小谷雪あ、こういう感じで行かないとダメですよ、油 TV は。油 TV 今はね、なんかちょっと日本語怪しくなってるよね、楽しい寒さが。アラブ TV ですか。アラブ TV じゃないか、うん、油 TV、油ギッツ TV でも、トイさんなんか新しい番組やるんですか。油ギッツ TV、 油ギッツ、なんか事務所入る。いやいや、事務所入る、事務所配信、事務所配信しない。あ、しないんですか。しないですよ、そんな。そんなしないです。あれ、もっとしたから。あ、違う、あれ、あれなんだっけ、ショートムービー撮ったから。ねえ、そう、シニアショートムービーみたいな。もしかしたらカットされてるかも。カットカットです。あれちょっとレイプロモで撮りましたよ、ショートムービー。ナイターホーニーさんっていう。それではまた見てね。あれちょっと告知というわけで SD カード最後なんで、続いては鵜飼鳥山行ってきます。鵜飼鳥山行きますよ。和食、和食、はい、どうも、はい、よろしくお願いします。こんばんは。今回は1月29日に、うん、スピリットキッチンという形で、はい、皆様と、初のね交流オフ会をやりたいと思っております。そうですね、やっとですよ。予告編になりますが、なんと皆さんもね、交流会来ていただけるというわけで、よろしくお願いします。お願いしますよ。お願いします。はい、どんな交流になりますかね。どうなんでしょうね。楽しいですね。楽しいですね。まあはい、その交流会の前に、はい、キッチンスタジオで、そうですね、ライブ配信もちょっとやらせていただくんですが、まあ、実際にね、視聴者の方々と私たちはこう、うん、手前でね、直接、そうですね、ね、コメントいつもいただいてる方とお会いできるかもしれないし、そうですね、まあ、コメントの方、ね、名前がどの方がどの方だか分からないんですけど、当日ね、いろいろ写真撮影とかもやらせていただいてたと思いますが、ね、まあ、トラさんもいますので、そう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 、その他ね、14名のタレントさんが、ね、そうですね、来たり、YouTuber もいますね。YouTuber がね、集まりますよ。はい、集まって、皆さんと一緒に写真が撮れるという形で、うん、交流会をね、まあ、某居酒屋でやりますので、うん、まあ、下の概要欄からね、うん、予約も取れますので、ぜひぜひという感じでございますが、まあ、なんかね、当日なんかやってとか言われたらどうします。ダヒトラさんはだってね、なんかやってって言ったらもうそのセリフ言いますよね、なんかね。言っちゃいますよ。どんなセリフ、例えばピヨって言っちゃいますよ。ピヨ、俺だったらね、あの新作の芸があるんですけど、ドゥドゥドゥーンって言っちゃいますけどね。どうとかね、なんかありますよね。そう、なんかやってって一発セリフ、なんか一発ありますよ、トラさん。結構大きさだけ、結構大きさだけ、お尻の周りはダヒあ、みたいなね。これは直接言われるとびっくりしないですね。皆さん来たらこういう直接言われるわけですよ。そうですね。ああ、はい、お二人もなんかこういう時にね、あのなんか俺はやってやろうみたいなのあります。じゃあ実際大きな愛、はい、ああ、もう軽くやられちゃいましたね。はい、男性の方がお待ちしておりますって言ってますね。じゃあトリさんはどうするんですか。俺ですか。これですか。トリさんピー、あ、違うな、これやられるみたいですね。カットですみたいな。まあ、そんな形でね、はい、私たち、簡単に言うと、乾杯っていうのもやりますので、そうそう、一緒に乾杯もして、ね、皆様とね、乾杯できたらいいなって、交流会できたらと思いますので、ぜひぜひ、ご予約の方よろしくお願いします。うん、若干まだ、はい、空いてるみたいですから、というわけで皆さん来てください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、よろしく。